じゃあ始めますか、はい、ポッドキャストをお聞きの皆さんこんにちは、こんにちは、YouTube を、見ていただいている皆さんもこんにちは、こんにちは、ちょっと、はい、あのおしぼりをちょっと借りていいですかなぜかというとですね、はい、どうも、私の油がついたのか知らないですが、はいカメラがえらい曇ってますね。ババ汁がついちゃったついちゃった、ついてしまいましたね、はい、あ、綺麗になりましたね、はい、まあ、これはポッドキャスト版ではちょっと見れないんで、そうですね、ぜひポッドキャストのご覧の皆さんはこのハプニングを油切ってるんですか最初出だしが、いやいや汗がね、6月になりましたね、なりましたね、梅雨入りましたね、6月ね、梅雨になっちゃって汗ばんで、ね、カメラも曇ってしまいました。しょうがない。しょうがない。このシフトではしょうがない。しょうがないですね。はい、6月といえば、はい、6月議会があるので、本日から、はい、1週間、はい、スペシャルウィークをスタートさせて、久々ですよ。はい、実はですね、はい、木曜日なんですけど、今日は、はい、明日から一般質問というのがあって、うん、なんか議員さんがね、はい、なんか質問するやつがあるので、はい、それ3日か4日ぐらいやるんだけど、はい、そこにいろんなネタがね、うん、来るんですよ。あ、うん、でその前にですね、はい、ちょっとあの今月っていうか今回の議会からここは違うよっていうのがありまして、一宮の市議会がですね、はい、あのユーストリームをですね、おうおうおう、配信するようになりました。へー、見えちゃうんだ、じゃあ、うん、生放送でね、生放送で、で俺この間、うん、火曜日に、はい、なんかあったらしいんだね、議会が、うん、ちょろんと、うん、でそれが放送されてますよっていうから、うん、まあ、当然俺らもさ、はい、ユーストリームやるじゃん、まあやりますね、ユースト放送したらさ、はい、大体録画するんだよね、うんうんうん、で生放送で流すだけ流して録画はしませんっていうのはまあありえんなと思って、うん、録画したやつを見るか、夜、うん、ニュースを開いてみたら、はい、録画しとらんかった、初心者があってね、なんかいろんな意味で、どういうことだって言って、はい、で電話してみた、はい、一宮市の市議会に、はいはい、ちょっとちょっとって、ニュースの使い方知ってますっていう話で、はい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 、録画ボタンを押した方がいいんじゃないですかって、録画って押すだけですよ、あ、はいはいはい、録画って押せばその、うん、放送した内容がまんま編集されずにそのまんまそこに残るわけ、うん、で、ね、まあ、例えば昼間は仕事行ってる人は、うん、その夜になって家帰ったらニュースが見れると、うん、ああ、その録画を、うん、生放送ではないけど録画したやつが見れるわけです。あ、なるほど。でそういう風にしたらただなんですね、ユーストリームっていうのは基本、まあまあそうですね、ただのサイトで市がね上手に使ったなと思ったんだけど、うん、まだ50点ですね。いやいやいや、まあまあまあ、でもこれから改善していけばいいんじゃないですか。いや、で聞いたんですよ、うん、聞いたら、うん、いや実はさ、うん、そのユーストリームを任してる会社っていうのがあって、うん、一宮市がね、うん、委託した会社と、うん、ホームページで、ね、うん、その市議会 の、 その撮影したやつをアップする会社別々なんだって、うんうん、わ、ややこしい、一つにすればいい、うん、で、うん、こっちがホームページで、はいはい、そのアップするから、うんうん、ニュースの方では録画するな的な感じな風になってる。ああ、そうなんだ。じゃあその録画してなかったのもまあまあしょうがないことってことですか、うん、分かってて録画してなかった。そうそうそう。で今後もやんないのって聞いたら、はい、いやーそっちのホームページで2週間後ぐらいにアップするん で、 あ、でそもそもね、その2週間も、ね、かけるね、意味がわからん。だってそんなに装飾っていうか編集する必要ない。切れましたね、はい、どうしたんだっけ、結局録画はせずにその、うん、撮る権利を持ってるところか、うん、ホームページに上げるために2週間後にホームページに上げるためにっていうんですよね、うん、そう、ユーストは録画していない、うん、意味わからんじゃん。わかんないですね、ダメじゃん。まあまあ、でもそこではその契約があるんだったらまあね、その撮影だってさ、結局カメラ2台でやるわけなんでしょ、うん、ある A 社はユースト配信するためにウェブカメラで撮ってて、うん、B 社はその後にそのホームページ上にアップする
動画を撮るためにカメラを入れてて、この2社を使う必要はありません。一つでできます。無駄な税金を使わなくてもいいんじゃないでしょうか、一宮市議会さんって言いたいですね。なんか馬場さん今回オンブズマンみたいな感じ。いやそれはさ、得意分野だよ、こっちにしてみたら、ユースト放送でいろいろ炎上させちゃったりさ、ね、YouTube にいろいろ乗っけちゃったり、はい、ユースト放送をうまく使って、で YouTube にアップしてきゃさらにもっと広がっていくぜ。そうですね。でそういうことね、なんだろうね、役人さんって基本的にさ、だって基本的に広げる必要ないですからね、これは。広げたくないんじゃないですか。広げたい、広げるっていう意識がないんじゃないですか。いやでもさっきさ、ね、Facebook 経由で大物議員さんからね、大物議員さんからメールが来たんですけど、いろいろハプニングが見れますからお楽しみにって書かれちゃって、ね、ってことは逆に言うとハプニングがあったってことですか。いやどうなんですかね、過去のあったんじゃないの。なんかあるじゃん、国会とかでもさ、大仁田が誰かをかばったとかさ、まあまあまあそうですね、猪木議員が決定ですかって言って、そうですね、なんかみんなもうバーって殺到したりとかね。あるよね、韓国とかもすごいよね。そうなんですよ、ね、韓国ガンガン殴ってるよ、めっちゃ熱いな、議場で、そうそう、議会中に、議会中に。これは格闘技ですね、ね。そう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 、なんかね、ミスをかけたとかね、いろいろあるんですけどね、そんなハプニングがあったらもうどうしますか。いやもう結構で、うまいこと拡散すれば、もう数字伸びますわね。みんな YouTube だったらですけどね。見ちゃうよね。あ、見ちゃいます。まあこれね、なんか郵送を入れたっていうのもちょっと進んでいくんだけど、ね、まあ他にもね、ニュースがあってですね。ほう。まあ郵送の話もありながら、はい、実はですね、ここでですね、私またちょっと。調べてきたやつがありまして、くしゃくしゃ結構長い時間ポケットに入って入ってましたね。ここでですね、ちょっと短いんですけどね、5月の27日、夕方の4時ぐらいですね、はい、時の島にですね、20歳から30歳の男がですね、身長160センチ、黒髪でショートなんですけどね、はい、帰宅中の女子生徒にですね、下半身を出すという、ペロン、ポロンですね、という変態ニュースが一件来ました。その代の、はい、臨時変態ニュース。急すぎでしたね。心の準備は何もなかったですからね。まさかここでそんなニュースが来るとは思いません。まあいろいろね、あの手この手で ね、 そうですね、変態ニュースの速報版でした。まあ、ポロンだったってことですね。そうですね。ヌドンとかじゃなくて、いろんな擬音が出てきます。刑事クラスではなかったですね。肌の刑事よりはってことですね。そうですね。そういうことで、ポヨーンとか。はぁーそんなんじゃないですね。ね、まあ、帰宅中の女性はぜひね、お気をつけください。本当です。本当に気をつけてください。まあ、いよいよ議会も始まって、はい、ユーストリーム放送も始まりましたんで、はい、皆さんね、一度見出しも、機械をどんなものか、はいね、残念ながら私は眠たいので寝てしまうんですけど、ね、まあ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 、それはしょうがない。ちなみに明日の予告先発と言っちゃなんなんですけど、俺こんなこと聞くぜっていうネタがもう発表されてるんですよ。あ、それはもう前議員さんやってるんですか。そうそうそう、そう、明日の俺の中で大注目、伊藤先生ってね、いるんですけど、この先生はなかなか面白い視点で、あの手この手でね、いろんなことをね、やってるんですけどね、伊藤先生が、我々が関係したですね、市民活動支援制度について、はい、ちょっと議会で成果と、あと今後こうするべきじゃないかという、そういうお話をされるらしく、これはなんかこちらに直結というかね、そう面白いですよね、新一宮プロレスを3倍ぐらい払ってやれなんて言ってた。いいですね、もう苦労なしでガンガンお金を集まっちゃうから申し訳ないなと、ね、ただでさえね、苦情が来たらしいですよ、噂によると。ほう。一見おっぱいって言うなっていうらしいですよ。まあいいですけど ね、ピンクリボン運動なんでおっぱいって言っちゃいますね、まあ、どうしてもね、おっぱいが下ネタらしくてね。乳房といえばいいですね。とかね。いや余計難しいっす、ね、そうですね。子供に伝わりやすくね。わかりやすいのが一番です、ね、うん。そういうことです。まあね、市民活動支援制度
今後どうなるか、伊藤さんの、その伊藤先生の質問によってちょっと変わるかもしれません。そのユーストリーム放送は、うん、その撮ってる方が録画することができても、その流してるのを受信してる方が録画できないんですか？まあ多分、例えばそれをまたウェブカメラで撮影してしまえばできますね。それを YouTube で落とすとかね。そこまで頑張れる人ってね、昼間にねやるとしたら誰がいるかな。俺も眠てえしな。兄貴、兄貴にやってもらう？いや、もうやめましょう。やりますよって言ってくれたんですよ、ね、兄貴も機材が青木さんかな。青木さんと兄貴のコンビでなんとか。青木さんも忙しいって言ってたしな。忙しいよね。誰でも忙しいです。まあ、結局2週間後にアップされちゃうんでね。そうですね。その2週間も別に編集とかしたりするわけないでしょうしね。モザイクがかかったりとか。ね、うん。覚悟。覚悟。覚悟。いろいろ起きるかもしれませんけど、ね、起きるかもしれませんけど、まあ、予想できない、まあ、変態ニュースも間に挟み、はい、そしてスペシャルウィークは始まっていくわけなんですが、はい、まあ、今日はこれぐらいにしますか。そうですね、全勝戦、まあ、長いですからね、これから毎日になりますからね、はい、1週間先は長い。であともう一つお知らせがあるんですが、はい、まあ、私ですね、はい、朝一で、政治活動は、いらんぞというブログを書いてあるんですけど、はい、党の本人からですね、たまに嫌がらせを受けるんですけど、ほう、まあ、嫌がらせを受けるんですけど、それには屈しませんからっていう、そのことを一言、放送で言っとこうかなと。まあ、通りすがりに罵声を浴びせられたり、店にいきなり勝ち込んできたりするんですけど、まあそんなことされても別にってもっとひどい目にいっぱいあってますからね。全然うちの店ビクともしませんよっていうね。まああとですね、昼間にですね、ついにフリースクールで正義さんがお昼にお勉強をしに来ますからね。まあ言うて昼にうちの嫁さんの営業中に来られたら正義さんがいますからね、ちょっと心強いかなと。極真空手をすぐやめたほど腕前ですからね。やめたほど腕前ですから、腕前ですからね。そうですね、まあ、彼も一応ね、はい、正義のヒーローとして ね、 そうですね、頑張っていただきたいと、はいね、じゃあ今日の放送はこれくらいで、はい、兄貴時間がどうなったか微妙なんですけど、まあ、まあ、でも今日はいいぐらいなんじゃないかな。じゃあいろいろ盛りだくさんで来ましたそうですね、まあ、初回なんでね、スペシャルウィークもね、はい、じゃあスペシャルウィーク、はい、6月議会編、おお、ね、怒涛のスタートですね。スタートです。じゃあ、はい、兄貴、はい、編集をよろしくお願いします。お疲れ様です。